一緒にカプセルトイを楽しみませんか。カプセルトイちゃんです。今回一つ目にご紹介するのはこちら、クレヨンしんちゃんおばカスタムビークルです。しんちゃんたちが三輪車に乗っているフィギュア4種類ある中で、こちら全員の三輪車と合体できるブリブリザエモンがおります。このブリブリザエモンが出るまで回してみましょうか。今回も最新のカプセルトイをどんどんご紹介していきます。しばらくのお時間お付き合いください。全4種で500円、クレヨンしんちゃんとブリブリザエモン1個ずつ当てたいところです。なんとか1000円に収めたいですね。さて1個目は何が出てくるでしょうか。こちら赤いカプセルで中に見えているのはしんちゃんです。見事しんちゃんを一発で引き当てました。次にブリブリザエモンを引き当てればそこでおしまいにしたいと思います。さて2個目に出てくるのはこちらです。何が出たでしょうか。青いカプセル、白が出てきました。残念、1000円でブリブリザイモンを当てることはできませんでした。もう一回回してみましょう。3つ目に出てきたのはこちら、青いカプセル、白がかぶってしまいました。恐ろしいことになりそうです。ブリブリザエモンが出てほしいところですが、もう一回回しましょうか。ブリブリザエモンよろしくお願いします。ブリブリザエモンビークルというのが正式名称みたいですね。ブリブリザエモンビークル出てこい。黄色いカプセルです。ひまわりが当たりました。ブリブリザエモンビークルが出てほしいです。5個目に出てきたのは青いカプセル、白、これまずいぞ。6個目に出てきたのはこちら、黄色、ひまわり、あらー、これカプセルトイちゃんやっちゃってるよ。3000円なくなったんで早速両替しております。1000円分、2000円分、3000円分。ちょっとカプセルトイちゃんが暴走し始めました。皆さん危険です。危険です。暴走しておりますカプセルトイちゃん。7個目です。何が出る。黄色、ひまわりです。あ、恐ろしい、恐ろしいことになってきました。8個目、赤、クレヨンしんちゃん。あ、怖い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 。9個目、何個回すのカプセルトイちゃん。黄色、ひまわり、恐ろしいです。次が10個目、つまり5000円目。うわー、しんちゃん、怖い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 。しんちゃん、また行ってるまた行ってる。11個目、しんちゃん怖いよ。5500円使いました。うわー、暴走してる暴走してる。青、うわー、怖、白、ちょっと、もう、あ、また両替シーンです。また3000円分両替しました。黄色、怖いよこれ、恐怖映像です皆さん。青、うわー、暴走してる、もう取るのもすごい早い。で、赤のしんちゃんが出たところでトラブル発生、売り切れの表示が出てしまいました。中にはブリブリザエモンが一応残ってるんです。店員さんにお願いして位置をずらしてもらいました。最後の1回、なんと8000円目です。今回のカプセルトイちゃん、冒頭の4分間は恐怖映像をご覧いただきました。ようやく出ました、紫のブリブリザエモンです。暴走しまくって全部回しちゃいました、すいませんでした。お家に持って帰ってきました。カバンパンパンでした。全部で16個あります。これのために8000円使いました。恐ろしい恐ろしい、手が震える恐ろしい。それでは1個ずつ見てみましょう。まずはこのしんちゃんから。じゃん、こんなの、しんちゃんこんなのです。めちゃくちゃかわいい。1回500円のカプセルトイですが、このフィギュアだけで400円の価値はあると思います。まあ、ちょっと塗りムラはあるけれど、すごくかわいいし、ボリューム感も申し分ない。こちら三輪車です。素材的に高級感はありませんが、クレヨンしんちゃんらしいかわいさがあります。あ、見てください、すごくぴったりと合う。こういうのって大抵手がずれたりするんですけど、これぴったり合ってる。
あれ、バンダイさんこれ力入ってますね。すごいぴったり合う。これバンダイさん本気で売り出そうとしております。この時点でもうおすすめできる。じゃん、こんなの。ちょっとやっぱりボリューム感はしんちゃんの方が大きいです。三輪車はじゃん、こんなの。乗せるとこんな感じです。かわいい。これこんなにいっぱい回してなかったら大絶賛ですよ。カプセルトイちゃんめちゃくちゃよくできてる。この三輪車は色が違うだけで作りは全く同じですね。じゃあ白も見てみましょうか。じゃん、白こんなの。かわいい手してる。白こんな感じです。素晴らしい。めちゃくちゃよくできてる。3つ並べてみました。どうですか、かわいいですよね。3人並んで三輪車漕いでるんですけど、誰一人ペダルに足が届いてないんですね。どうやって進むんでしょうか。それではメインディッシュ参りますか。このブリブリザエモン行ってみましょうか。これをお見せするために8000円も使っちゃいました。参ります。じゃん、ブリブリザエモンこんなのです。ほほー、じゃん。あー、なるほど。プラスチックのパーツでできております。おもちゃだなーって感じ。これ500円だったら安い。そしてご覧ください、こんなギミックがついてる。お尻が出る。しんちゃんにくっつけてみましょうか。このパーツをつけると勝手にお尻が出るようになってる。こうつける。はい、こちらこんな感じでございます。ブリブリザエモンに乗ったしんちゃんが完成しました。いかがでしょう。お尻が出てる。これがおばカスタムビークルです。すごくいいです。これブリブリザエモン当たった人は大当たりです。ただブリブリザエモンの数がすごい少ないんだと思います。だって16回回して1個しか出なかったんだもん、ブリブリザエモン。それではこちら、クレヨンしんちゃんおばカスタムビークルの得点は、ドゥル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 、ドゥン、5点。文句なしの5点満点です。あ、ブリブリザエモンの数が少ないから4点。文句あった？文句なしじゃなかった。続いてご紹介するのはこちらです。ちいかわお着替えパジャママスコットでございます。こちらも大人気で品薄状態、そして再販商品です。高崎駅、仕事で行った高崎駅で見つけて急遽回しました。シークレットもあるようです。こちらを2回回してみたいと思います。全4種400円です。このフィギュアからパジャマを取り外すことができるようです。やってみましょう。ラインナップはこちら、ちいかわ、ハチワレ、ウサギ、そしてシークレットの全4種です。今回当たったのはこちら、ハチワレが当たりました。じゃん、こんなのです。かわいい。こら売れる。間違いなくこれは売れます。そして売れてます。ですがここのパジャマ部分の手触りは決して良くはない。スーパーボールを触った時の手触り。そしてこれのメインシステム、中からハチワレが出てくる。取り出してみましょう。なかなか難しい。あ、なかなか出てこない。ハチワレ出てこい。
なかなか出てこない。こうなのか。それ出てこい。ハチワレなかなか出てこない。ほらハチワレどうだ。出てこい。出てきた。ニュルリン出てまいりました。この中はすごく安い素材ですね。これを着た状態だとすごく可愛かったけど、バラバラになった瞬間ちょっと安っぽくなりました。ところがこうなると可愛いです。二つ目に当たったのはこちら、ちいかわが当たりました。じゃん、こんなのです。すごく可愛いですね。尻尾の形が少しやはり違いますね。ちいかわもパジャマ脱がしてみましょうか。一つ学びました。結構強めに言ってもこのパジャマは丈夫にできております。破れることはなさそうです。ポコン出てきました。え、手がこうなってる。パジャマの時はこういうポーズかと思いきや、実はこういう手でした。反対向きには入らないようです。あ、偶然の発見。こんなフードみたいにすることもできる。カプセルトイちゃん発見しました。フードみたいにすることができます。ほら、かわいい。もしかしたらこの方がかわいいかもしれません。それではこちら、ちいかわお着替えパジャママスコットの特典は、ドル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 。可愛いけどね。続いてこちらをご紹介させていただきます。バンダイ公式どこでもガシャポンハンドル2です。カリカリ感がパワーアップと言っております。こちら以前にもあったガシャポンハンドルなんですけども、裏面がマグネット仕様になりましたということです。全5種300円です。こちら回してご紹介させていただきます。どんな商品なんでしょうか。ラインナップ確認しておきましょう。1、ガシャポンステーション、これ今のやつですね。そしてちょっと古いやつ。2、 BWM100、 BWM2002、 プレミアムガシャポン、あーこれいいですね。でコイン投入口、これが外れ枠なのかもしれません。今回当たったのはこちら、 BVM2002 が当たりました。じゃん、こんなの。え、まず言わせていただきます。悪くない。どこが悪くないかというと、ボールチェーンがついていない。ボールチェーンに逃げていない感じがします。これと比較してみましょうか。こちら以前ご紹介した、ショート動画でご紹介したガシャポンエキスポに行った際に購入したショルダーバッグです。ここにも実はハンドルついておりまして、こんな感じになっております。さてこの300円のハンドルはどのようなカリカリ感なのでしょうか。回してみます。あ、一緒です。カリカリ感一緒、サイズ感もほぼ一緒。もしかして、え、こちらご覧ください。裏側もほぼ一緒。へえ、このショルダーバッグのここについているやつ、実はこちらのガシャポンハンドルがついてたみたいです。同じようなカリカリ感です。
もう一回回しておりますので、これが出たら比較できるかもしれないですね。もう一つ開けてみましょう。2個目に当たったのは同じやつ、かぶりました。カプセルトイちゃんもう泣いちゃうよ。これに8000円使ってこれかぶっちゃった。助けてください。応援よろしくお願いします。冷蔵庫にくっつけることができるそうです。はい、くっつけてみました。しかしこのまま回そうとすると土台も一緒に回ってしまうので、結局手で押さえながら回さないといけないみたいです。こちらガシャポンハンドルの得点は2点です。続いてご紹介するのはこちら、ガシャポンコレクションドラゴンボールスーパー04です。このようにドラゴンボールの中に出てくるアイテムがラインナップされているようです。私の知っているドラゴンボールじゃなくてドラゴンボールスーパーというのが少し気になりますが、孫悟空の道着、これを狙ってみたいと思います。全6種400円です。さてどんなのが出てくるんでしょうか。ご紹介させていただきます。ラインナップの確認です。ガシャポンコレクションドラゴンボールスーパー04、孫悟空の道着&靴、カプセル宇宙船、ピッコロ大魔王の椅子、ミスターサタンのチャンピオンベルト、ポタラ黄色とポタラの緑、今回当たったのはこちら、ポタラの緑が当たりました。じゃん、こんなの。もちろん右耳左耳ついておりまして、ここにかけるんでしょうね。じゃん、こんなのです。ポタライヤリングと書かれております。このポタラ緑色について少し調べてみました。するとドラゴンボールスーパーの中で悟空ブラックというキャラクターがつけているそうです。私も詳しくないのでそれ以上のことはわからなかったんですが、ドラゴンボールスーパーが好きな方はおお緑ポタラだってきっとなるんでしょうね。このハンガー部分と言ったらいいですかね、この部分が台座に固定される機構があっても良かったと思うんですが、ただ置くだけの台座ということになっております。ドラゴンボールは好きなんですが、ドラゴンボールスーパーを見ていないカプセルトイちゃんからするとポタラの得点はドゥル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 、じゃじゃん、2点。ドラゴンボールスーパーのファンならありなんでしょうが、ちょっとこれに400円というのは辛いかもしれないですね。続いてこちらをご紹介させていただきます。懐かしの昭和レトロミニチュアルーレット式おみくじ機です。レストランなどに置いてあったおみくじ機がミニチュアになっているようです。バンダイオリジナルおみくじ3巻付きということですね。一応シークレットカラーも用意されているようです。全3種500円です。こちらどんなのか回してご紹介させていただきます。当たったのはこちら、じゃん、こんなのです。専用コインを入れてレバーをスライドするとルーレットが回っておみくじが出てくるそうです。なかなか面白そうですね。全3種ベーシックカラー赤、ベーシックカラー青、そしてシークレットカラーの3種です。今回当たったのこちら、これシークレットカラーですね。シークレットが当たりました。おみくじセットしてコインをお好きな星座に入れてレバーをスライド、なるほど、もうおみくじが入ってる。このコインを
このコインを、カプセルトイちゃんはカニ座ですので、ここに入れる。うん、まあ、どこに入れても同じところに入っていきますけどね。そして、あ、コインがどっか飛んできました。コインが、もう一回行くか。このコインをカニ座のところに入れる。そしてレバーを引くと出てまいりました。ルーレットが回ってって言ってたな。あ、回りました。25。コイン入れなくてもおみくじが出てきちゃって、こうちゃんと置いてこうやって回すんだ。なるほど。12。おみくじが散らかりました。どれが最初に出てきたのかもう覚えてない。おみくじ1個読んでみましょうか。これが最初に出てきたかな。ストローを切ったような筒におみくじが入っております。さて、ドン、中吉運。あまりパッとしない運勢ですが、未来は自分で変えることができます。身近にいる恋人や友人に普段に増して優しい対応を心がけましょう。未来は自分の心次第です。知ってること言われたな。知ってることを言われました。カプセルトイちゃんは B 型、心配事は解消します。本当かな。金運絶好調だって。絶対嘘だよね。これに8000円かけました。金運が絶好調だって絶対嘘。こんなに長いおみくじが入っておりました。あ、ちょっとストップ。ルーレットで出た数字はここに当てはめて運勢を楽しめるみたいです。気づかなかった。懐かしの昭和レトロミニチュアルーレット式おみくじ機の得点は、ドゥル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 、0点。皆さんはこれ回さない方がいいと思います。最後にご紹介するのはこちらです。私にとっての癒し安心感です。タカラトミーアーツさんのディズニーシリーズハハハフィグ、ディズニーキャラクター2です。本当はこれをコンプリートしたかったという気持ちがありますが、皆様にいろいろご紹介するためにいろんなカプセルトイを回しております。さて、カプセルトイちゃんの本命見てみましょう。どんなのが出てくるでしょうか。ラインナップ確認しておきましょう。ハハハフィグ、ディズニーキャラクター2、エンジェル、スティッチ、ドナルドダック、シンバの全4種です。今回当たったのはこちら、エンジェルが当たりました。じゃん、こんなのです。もう素晴らしい出来ですよ。やっぱりこのボリューム感といい、造形の良さといい、クオリティが高いです。これぞカプセルトイという感じがしております。実はスティッチ原作を見たことがないんですが、それでもすごく可愛いなと感じることができます。本当によくできてる。色の塗り分けも見事です。これが400円というのは、この物価高のご時世を考えると安いなと感じます。私が気に入っているこのカタズンフィグシリーズのラプンツェルと並べてみても、やはりディズニーキャラクターシリーズという共通点を多く感じることができます。素晴らしい出来栄えです。文句なし。それではこちら、ハハハフィグディズニーキャラクター2の得点は、ドゥル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 、じゃじゃん、大きなパー、5点満点です。さて、今回もたくさんのカプセルトイをご紹介してまいりました。皆さんが気になったカプセルトイをコメントで教えていただけると嬉しいです。今回ご紹介した中で私が一番気に入ったのはこちら、クレヨンしんちゃんおばカスタムビークルです。8000円もしたんだから気に入ったと言わざるを得ないという部分もあります。皆様に一番おすすめなのはハハハフィグディズニーキャラクター2です。
もしこのクレヨンしんちゃん横から覗いてみてブリブリザエモンが出てきそうな場合はぜひ回してください。クオリティは申し分ないです。さて今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。来週も土曜日に動画をアップしたいと考えております。また見ていただけると嬉しいです。それではまた次回お会いいたしましょう。カプセルトイちゃんでした。